レッドパイク氏は中華人民共和国内、モンゴル自治区東南部に位置する地球市。氏名の赤峰はモンゴル語のウランハダに由来する。レッドパイク氏の前身は上大幕であったが、国務院が1983年に批准した市関係体制が施行され、7期、2県、3区を管轄する内モンゴル自治区の州道ハリア・ホトとなった。シラムレンガは、 ラオハカー流域の地域は、中華文明の最初の明け物とされる、鉱山文化が栄え、歴史時代には郷土、戦費、喫炭の地となり、11世紀には、ヤリーツ・アボキが、両帝国を建国した。地域には、両状況の遺跡が所在する。喫炭滅亡後は、モンゴル民族が住み、寝代には、アイマクと呼ばれた。民国時代や満州国時代には、 熱火症の管轄となり、1955年、熱火症の廃止により、内モンゴル自治区に編入された。欠片の気候区分では、ステップ気候に属し、冬は寒冷乾燥、夏は温暖タウナ大陸性の気候である。夏は摂氏30度を超える日が多く、極端に高温となる日も見られ、冬は低、摂氏20度以下の厳しい冷え込みを記録することも多い。 降雪量は、多くない。三種活区、二県、七基を管轄する。熱化症レッドパイク市内モンゴル自治区、上田名東部行成功所、上田名内モンゴル自治区、上田名両名省、上田名内モンゴル自治区、上田名内モンゴル自治区レッドパイク市。ありがとうございます。